はい、こんにちは、高橋です。今回はですね、キャンプ場じゃありません。会社のスタジオから今撮ってるんですけれども、今日はキャンプをしてない日でもキャンプ感を味わえるキャンプギアたちっていうお話をね、してみたいと思ってます。で、真冬だとか、あと雨のシーズンだとか、あと体調が悪いとかね、いろんな要素が組み重なってキャンプ行けないっていうのが続いちゃったりする時ってあるじゃないですか。僕もそういうのあるんですけれど、そんな時でもキャンプ感をめちゃくちゃ楽しめるアイテムたちっていうのをいくつか、ご紹介しようと思ってます。で、僕はね、これは本当にね、日々、この仕事キャンプ行ってない時でもね、キャンプ感をねめちゃくちゃ味わって楽しんでるんで、皆さんもそういう真似できるところはですね、真似していただけると楽しいんじゃないかなって話をしたいと思います。じゃあまずですね、1個2個3個4個5個、紹介したいんですけれども、まずはね大物からいきましょう。まずはうちのキャンプマシン、うちのキャンプマシンはアルファードなんですけれども、でアルファードはですね、これキャンプ始める時に買って、今はもう相棒としてこれね、キャンプギアいっぱい詰め込んで、本当に詰めますよアルファードってキャンプギア。それでね、キャンプ場行っても楽しんでるんですけれど、まずね、そもそもなんですけど、僕ね車運転するの好きじゃなかったの。ところがこの写真今出てるのように、うちアルファードのタイヤをボコボコ仕様にブロックタイヤねくっつけて、それで楽しんでいるんですけれども、このタイヤくっつけてから僕ね、実は車運転するのが好きになったんです。不思議と。もう本当にね、運転するの大嫌いで、すげえ嫌だったんですよ。ところがね、これ本当にこれこそ毎日ね、だいたいね子供たちの送り迎えだとか、なんか送り迎えまではやらない、朝子供たちバラバラのみんな学校なんですけれど、送ってくんですよ。僕はその係なの。その時もね、このブロックタイヤでねゴーって、やっぱりねロードノイズ結構拾うんですよ。言ってもゴーって。でもね、そのねゴーっていう音がね、なんかねワクワクする。で、あと駐車場に朝取りに行くわけじゃないですか。その時もね、このキャンプマシンがあるとね、ボコボコ感、横からのスタイル、なんかいいなみたいな。毎日だからキャンプ感を味わって、キャンプ行ってないのにもうすげえワクワクするっていうのがうちのこのキャンプマシーンなんですよ。なので、皆さんもね、キャンプ行かれる方って、大体の人車で行くケースが多いと思うんですけれども、もちろんね、徒歩キャンパーとかチャリキャンパーさんとかバイクキャンパーさんとかもねいると思うんですけれども、車の人たちは是非ね、つけれる車とつけれない車ってあると思うんですけれど、ボコボコタイヤ、もう本当にねこれをねやるだけでめちゃくちゃエブリデイキャンプ気分っていう感じなので、ちょっとね値段はそれなりにしますけれど、エブリデイキャンプ気分ですよ。このタイトルでいこうかな。エブリデイキャンプ気分を味わうキャンプギアたちみたいなね、そういう感じです。なのでね、これはもう本当にね満足してますっていう感じ。まず1個目、大物の紹介でした。じゃあ、順番にどんどんいきたいんですけれど、次はですね、てってれーです。唯一今日これだけ手元に持ってきてるんですけれど、これねチューブライトっていうやつです。で、蛍光灯でもできるかな。外の太陽だとパワーめちゃくちゃ吸収するんですけれど、これめちゃくちゃキャンパーの人たちにこれ売れてるアイテム。1000いくら、これは300円だか500円だか600円だか、なんかそんなもんで売ってるんですけれど、で最大で24時間光るっていうんですけれど、全然光んないね。全然光んないんだけれど、なんとなくこれをバッグにつけてたり、なんとなくこれをキーホルダーにくっつけてたりするとワクワクするんですよ。これがなんだかよくわかんないけど。なのでこんなね1000いくらとかでね、2000円弱でこんなにワクワクできるアイテムはやっぱりないんで、これねちょっとワクワクアイテム、エブリデイキャンプ感を楽しむアイテムとしてねちょっと上げてみました。キャンプ場行ったってね全然使い物にならないですよ。こんなのどっかにつけといたって、もう夕方になったらすぐ使えなくなっちゃうんで、光らなくなっちゃうんで。だけどワクワクするねっていうのが、2つ目のこのチューブライトでした。じゃあ3つ目のとこなんですけれど、カラビナですね。カラビナ僕持ってるな。こちらです。ここにちょっと写真も出れば出したいと思ってるんですけれども、これね、僕チャムスのカラビナ、これもいくらだ、1000円だか1000円しないんだかのやつなんですけれど、これさプラスチックなんですよ。普通なんか鉄みたいなのにできてるでしょ。なんかねちょっといいんですよ、毎日持ってるアイテムとして。でこれもねなんかさズボンのピッてくっつけたり、まあ、どっかに引っ掛けたりとか、まあいろいろできるんですけれど、ちっちゃなことなんだけれどキャンプ感すげえ味わえる。エブリデイキャンプ気分なのでね、こんなのも2つ3つぐらい持ってるのかな、いろんなものにくっつけてるんですけれど、これもねなかなかおすすめアイテムです。じゃあ次、あ、全部で4つでしたね、失礼しました。であともう1個日々のキャンプ感を味わうアイテムというのは、ここに今日持ってきてないんですけれど、ゴールゼロ、まあ有名すぎる人気の LED ランタンですけれども、これもねほとんど毎日、まあ、持ち歩いてるアイテムの一つなんですけれど、これもさもうまあ、会社では使わないんだけど、自宅のね僕ねリビングで仕事してることとかっていうのも結構あるんですけれど、そういう時にねなんとなくリビングにねポコンと置いてライトオン、もうそれだけでワクワクする。なんかねすごいいいんですよ、とってもいい。なのでこれもね本当に常に持ち歩いて、ワクワク気分が演出できる。ゴールゼロいくらだろう今ね、ちょっと後で調べてピロって乗っけときますけれどね、そんな感じなので、まあ4つ、キャンプマシーンと、あとチューブライトと、あとカラビナとゴールゼロ、こんな感じ。僕のね日々なんかこう持ち歩くもの道具たちで、まあ車持ち歩くっていう感じじゃないけれど、でもね日々こうなんか使うものでキャンプ感がすごく味わえる小物たち、まあ大物もあるけどっていうお話でしたね。皆さんはねキャンパーの方々それぞれどんなアイテムを使ってると、平日お仕事の時ねキャンプ感を味わって楽しんでるのかなみたいな、もしありましたらコメント欄にいろいろ入れてもらえると楽しいなみたいないう感じです。という感じですので、またこのような動画もどんどん撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。